パスクリスチャンは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の南部メキシコ湾岸、ハリソン郡の都市である、ガルフポートビロク市大都市圏に属している。2010年国勢調査での人口は4613人だった。メキシコ湾岸にアメリカインディアンがいつ頃到着したか、正確なことは分かっていないが、発見された人口物によって、数千年前には、 人類が住んでいたことを示唆している。ミシシッピ州南部のメキシコ湾岸一帯でインディアンマウンドが発見されているが、その多くは人工物のハンター、農夫、開発業者及び洪水によって破壊されてきた。1768年のイギリスの地図では、マーケット通りに近い海岸に大きなマウンドが存在していることが示されていた。他にもセントルイス湾の北岸、ダリル近く、 バイユーポーテージとシェリープランテーションにあった。この地域のマウンド都会塚には矢尻、土器、人骨が入っていたが、長い間にアマチュア考古学者に盗まれ、発見されたものの多くは個人の収集品に入った。パスクリスチャンとロングビーチの境界、ホワイトハーバー道路がアメリカ国道九十五線と交差するところ近くにインディアンの集落が存在していた。その住人を 地元のものはピッチャーポイントインディアンスと呼んでいた。このインディアン集落のおおよその場所はホワイトハーバー道路の東数百ヤードである。この場所に遺跡はないが地域の海浜からは長い間に多くの矢尻や土器片が見つかっている。1528年スペイン人パンフィロデ・ナルバイスの遠征隊で生き残ったアルバルヌニエス・カベサゲバカたちが 木の幹のまま上陸して、カーノンと呼んだ人々の間で植えていたのが、ピッチャーポイントである、可能性がある。この話は、友好的なインディアンによって、デバカに伝えられており、スペイン人はあまりに弱くて、自らを守れなかったので、インディアンが、スペイン人を殺したことになっていた。パスクリスチャンは、フランス系カナダ人の探検者によって、1699年に、発見された。 これは、ビロク市にフランス植民地が設立された直後のことだった。1699年6月、フランスはパスクリスチャン半島で水路を探っていた間に、そこで多くのカキを発見したことで、その水路をパスを言い取ると名付けた。パスクリスチャンはその近くの水深が深い水路に名付けた。 こちらは1746年から近くのキャット島に住み始めていたニコラス・クリスチャン・ラドニエにちなんだ命名だった。彼らは翌日悪天候のためにアイルを別荘に泊まった。6月13日、アイバービルとその兄弟のビアンビルが13人の隊員を伴って騎士に上がるために島の西端から薪田に船を向けた。その上陸は現在のボーヴォアールから、 エッジブウォーターの間のどこかであると考えられる。翌朝、彼らは海浜沿いに東側を探検し、砂の上の足跡をたどって、ティア島をカヌーで去ろうとしていた三人のインディアンを視界に収めた。アイバービルがビロクチワンを渡って、彼らの後を追い、オーシャンスプリングスで岸に達するところで追いついた。三人のインディアンの中で若い者二人は森の中に逃亡し、 年寄りで死にかけているものが残された。フランス人は彼のために藁のベッドを作って火を焚き、その後に自分たちの宿営所を作った。風雲にもインディアンの周りの草に火がつき、その火はやがて消えたが、その老人は半時間後に死んだ。アイバービルの隊員が森の中で老女を捕まえ、彼女に贈り物を与えて、その部族のところに連れて行かせた。 インディアンとの初の外交的接触がなされ、インディアンは彼らに西方にある大きな川のことを伝えた。2月27日、アイバービルはビアンビル、エムソーボル、さらに48人の隊員と共にミシシッピ川を訪れるために風と小雨の中を出発した。彼らは後にセントルイス湾と名付けた海域の南端近くで夜を過ごし、翌日は 霧と雨の中をブレトンサウンドを横切り、それが翌日も続いた。3月2日、彼らは嵐が来る前に搬送し、ミシシッピ川河口を突き止めてその中に入り、上流に遡って様々なインディアン部族と接触し、3月16日になって装飾された柱に出くわした。それはホーマ族とバイアグラス族の境界を示すものだった。 彼らはその場所を赤い棒すなわちフランス語でバトンルージュと呼んだ。アイバービルは帰りの旅でその14年前にアンリ・デ・トンティがロベール・カブリエド・ラサールに当てて書いた手紙という携帯で求めていた証拠を見つけた。この手紙はモングラ茶族の州長のもとに残されており、アイバービルがいくつかの斧とナイフと交換に手に入れた。アイバービルはそれから間もなく、 タイを二つに分けた。ビアンビルはミシシッピ川川口に戻り、アイバービルはパスマンシャク、モールパコ、ポンチャートレインコの地域を探検し、リゴレッツを通って海に戻った。アイバービルが4月27日にその船を降りるとき、1ヶ月以内に戻らなければ、フランスに戻るように指示していた。3月30日、アイバービルは、 セントルイス湾入り口近くで宿営し、大きな焚き火を焚いて、その期間を知らせていた。翌朝、アイバービルは、キャット島を認め、それから間もなく船に到着した。その約1時間後にビアンビールとその隊も到着した。1781年、パスクリスチャン半島のすべてを、フリアドラ・ブロッセが所有していた。1799年に、 ブロシセが死んだ時に広さ800アルパンの土地、これはパスクリスチャン中心街全部に相当したが、それを夕食の自由人、チャールズ・アスマーに譲とした。アスマーの死の時にもその資産を相続者に残した。パスクリスチャンの町は1848年に公式に町として認証された。米英戦争の1814年12月12日、夜、 イギリス兵1000名以上と42隻の橋家が、ニューオーリンズに向かう途上で、湿布島とキャット島の間の水路を通り、ミシシッピ州の海岸を西に進み、パスクリスチャンの海岸沖を通過した。この部隊をマルーロー島沖にいたアメリカ船7隻を、指揮していたトマス・アップ・ケイツビー、ジョーンズ中尉が密接に監視しており、イギリス軍は12月13日夜にパスクリスチャンの生誕である、 ヘンダーソンズポイントに停泊していた。ジョーンズは、テンダー船のシーホースを航海士のウィリアム・ジョンソンに指揮させて、セントルイス湾に送り込み、公的貯蔵所がイギリス軍の手に落ちた場合に備えて、物資を移動させる支援をさせた。続いて、アリゲーター号をシャルマットに送り、アンドリュー・ジャクソン将軍にイギリス軍の接近を警告させた。 イギリス艦隊到着の知らせは軍全体に広がり、14日の日の出頃には艦隊が通り過ぎるのを見るために崖の上に大群衆が集まった。崖の下アルマンアベニューで弾薬を積もうとしていたシーホースを打捕するためにイギリス船3隻が派遣された。集まった群衆の中に松葉杖をついた年配の女性、ミスクレイボーンがおり、ナチェズからここに来ていた。午後2時頃、 今にも起ころうとしていた攻撃を監視していたクレーボーンは我が国を守るために誰も一発を放たないというならと言ってトゥルム市長の浜木を取り上げ大砲の一門に転化したと言われている。その砲弾はシーホースの上を飛び越え接近してきていたイギリス船近くに着弾した。シーホースのジョンソン船長は騎士からの応援砲撃があると考えその機会を捉えて イギリス艦隊を攻撃した。ジョンソンの船の甲板には6ポンド砲1門があり、半時間の激しい砲撃によってイギリス艦隊は後退した。イギリス艦隊はさらに4隻の橋気が加わり、7隻となって攻撃を再開した。ジョンソン船長の防御は勇敢なものだったが、イギリス軍が数で勝っていたので、その小さなスクーナーが捕まえられるよりも、 自爆させる道を選んだ。ミシシッピサウンドにいたアメリカ艦隊の残りは、橋家が4隻であり、マルーロー島とポイントクリアーの間の西行きの海流に怒りを下ろしていた。15日朝、イギリス艦隊はその海流にこぎ寄せて、アメリカ艦隊から約2マイルに達し、そこで攻撃の前に朝食の茶を飲み、休憩を取った。午前10時半頃イギリス艦隊は、 トマス・アップ・ケイツビー、ジョーンズ中尉が指揮する勇敢な小艦隊に接近した。12時40分までに戦闘は終わった。アメリカ兵6名が戦死し、35名が負傷した。イギリス軍は戦死17名、負傷77名となった。イギリス軍が大きな損失を出したことに加えて、この戦闘の大きな意義は、アンドリュー・ジャクソン将軍が、 シャルメットの防衛のためにより多くの兵士を集め、防災を完成させるだけの時間を与えたことだった。ジャクソンは1815年1月7日に起きたニューオーリンズの戦いでイギリス軍に勝利できた。イギリス軍は事前に勝利を確信していたので、敵地を占領した後でそこを統治することを想定して、文民を連れてきていた。さらに、ミシシッピ州の海岸にある諸島にはそれを待っている。 彼らの妻や子供たちまでがいた。しかし、ニューオーリンズでのアメリカ軍の大勝利はそれほど重要なものではなくなった。なぜなら、すでに和平条約が調印されていたが、その知らせがメキシコ湾岸まで届いていないだけだったからだった。ミシシッピは1817年12月2週に昇格し、ミシシッピ州議会が最初に起こした行動は、パスクリスチャンとは湾を隔てて、 マム会の米セントルイスを法人化し、シュートにさせることだった。議会の朝の会期では法人化が成立したが、午後の会期では、ランキングの大議員が、その投票先を変更し、ナチェズ氏が、シュートに指定された。ナチェズはその後の2年間シュートだったが、その後はジャクソンに移転され、それが、現在まで続いている。南北戦争以前のパスクリスチャン町は有名な、 リゾート地だった。ニューオーリンズの富裕層が海浜を好み、夏の家を建てる場所となった。海岸線に沿って歴史ある邸宅が並び、景観の美しいシーニックドライブは、国内でも著名な歴史地区の一つだった。サザンヨットクラブが1849年に設立され、南部では初、全米でも2番目のヨットクラブとなった。最初はパスクリスチャーにあったが、 1857年にニューオーリンズに移された。パスクリスチャンヨットクラブが作られたのは20世紀も半ばのことだった。南北戦争の間、パスクリスチャンの戦いが行われ、北軍の砲艦アセスマサチューセッツが街を砲撃した。パスクリスチャンロに駐屯していたミシシッピ第三連隊が、北軍がビロクシに上陸することを予測してその方向に行軍していったので、 パスクリスチャンは全く防護されないままになった。ある家の主婦が2階のバルコニーに駆け上がり、白いベッドシーツを振った。それが降伏の旗となり、砲撃がやんだ。北軍兵は町を略奪した後で引き上げたが、食料を含め押収するようなものはほとんど残っていなかった。この小戦闘は、ベッドシーツの降伏と呼ばれるようになった。1861年9月4日。 アシュベルグリーン大佐を含む69名の者が軍務のために集まった。彼らはダールグレン衛兵中隊を構成し、それがミシシッピ第三府標 C 連隊に属し、ジョンディーソン大佐が指揮した。パスクリスチャンのダールグレン衛兵隊はトマス A メロン中佐が指揮し、ホワイトロック道路とパス道路が交差する、地点近くパスの北東2マイルに位置したキャンプタグビルで宿営していた。 1862年初期、パスクリスチャンの女性たちが男性たちに対する愛、その主権国家に対する献身、戦争遂行への協力を表現する旗を作ることで、その精神を高揚させた。彼女たちの制作した旗は、パスクリスチャンの旗と呼ばれ、主権国家ミシシッピ共和国の公式の旗となった。ハリケーンカミーユ・パスクリスチャンは、アメリカ合衆国を襲った中でも最大級に、 激しかったハリケーン二つの通り道となった。すなわち、1969年8月17日のハリケーンカミーユと2005年8月29日にハリケーンカトリーナである。それぞれが街のほとんどすべてを破壊し尽くした。ハリケーンカミーユは20世紀でも2番目に強かったハリケーンであり、1969年8月15日、金曜日にハリケーンだと宣言された。 その2日後の8月17日日曜日、パスクリスチャンのあるミシシッピ州メキシコ湾岸を襲った時までに、風速は時速190マイル、最大風速は210ないし220マイル時となっていた。気圧は909ミリバールと、記録に残る中で2番目の低さになっていた。雨滴が弾丸のように当たり、メキシコ湾岸の波は、 通常の海面より22内二28フィートの高さになっていた。観測史上で上位は上陸時にカテゴリー5だったことで2番目のハリケーンであり、上陸時の強度でも国内第2位だった。1935年のレーバーデイハリケーンが最初のカテゴリー5のハリケーンであり、アメリカ合衆国の記録に残る中で最強最大のハリケーンとなっている。 ハリケーン・カミーユはリシュリューアパートを破壊し、その中で嵐を乗り切ることを選んでいた8人を死亡させた。リシュリューアパートはメキシコ湾岸に面しており、波打ち材からは250フィート足らずしか離れていなかった。8月17日日曜日の早朝、嵐はニューオーリンズの南東200マイルにあった。ミシシッピ州海岸全体にハリケーン警報が発せられた。 避難が奨励されたが、リシュリューアパートの住民の中にはその警報を無視する者がいた。8月17日午後10時15分、嵐の先端が海岸に達した。リシュリューアパートは全壊となった。残っているのは建物の基礎と地中に掘られた水泳プールの壁だった。コンクリートブロックに当たった水の力で建物は完全に破壊された。 1974年に放映された74分間のテレビ映画ハリケーンには実際にカミーユで撮影された映像が使われている。ハリケーンカトリーナ2005年8月29日、パスクリスちゃんはハリケーンカトリーナによってほとんど全滅の被害を受けた。市内にあった8000軒の家屋の中で500軒を除くすべてが損傷を受けるか破壊された。 海浜を走るシーニックドライブは小さな崖の頂部をたどるので、そこそこの高さがあるという事実にもかかわらず、道路沿いの歴史ある邸宅のほとんどが大きな被害を受け、その多くが全壊となった。その中には、合成に修復されたギリシャ復古町の邸宅、ユニオンクォーターズがあり、1855年に建設されたと、アメリカ合衆国国家歴史登録財には表示されていた。 この建物の前にあった中鉄のフェンスが1960年に建てられたマグノリア歴史標識を囲むために使われている。それには北軍の士官がパスクリスチャン信仰の間にここを一時的な宿舎としたと書かれている。ハリケーンカトリーナは地元の公共図書館を完全に破壊した。それは再建された。市警察署のメンバー13人は 警察署が安全ではなくなり、メキシコ湾からの水が浸水し始めた時に、図書館まで避難していた。その図書館は、市役所から小さな駐車場を隔ててすぐ北にあったが、標高は低かった。水位が市役所まで上がってきた時に、駐車場にあった警察の車が浮かび始め、水の流れによって駐車場周りに漂った。 車の一台が建物の南側ドアに当たって崩壊させ、メキシコ湾の水がカトリーナの強風に押されて建物内に押し込まれた。警官たちは水に抗いようもなく急速に水が入ってくるコンクリートの箱の中に閉じ込められていた。何とかして脱出しなければならないと悟り、建物の北側のガラスを銃で撃とうとした。その銃弾はガラスに跳ね返されて成功しなかった。 合わせガラスは警官の持つ45口径拳銃の弾丸に耐えられることが分かった。自動車で南の壁が壊された後、建物に入ってくる水の勢いが強く、それに逆らって泳ぐこともできなかった。脱出のための唯一の方法は流れに乗っていくことだった。警察署長のジョン・ダビソンは開ける必要のあった後ろのドアまで泳いでいき、なんとかお死亡に触ることができた。 続いて、レールを掴むと、高波が彼を運んでいった。図書館の内部にいた者たちは外に出て、嵐が続く館屋上にいた。パスクリスチャンを襲ったハリケーンカトリーナの高潮は、高さ8.5メートルあったと推計され、全米の過去最大記録だった。海岸から内陸へ半マイルも押し寄せた。洪水標識も壊されたので、高潮の最大の高さの推計も困難だった。 海浜沿いのアメリカ国道95汚線が損傷を受け、セントルイス湾にかかっていた橋はズタズタになり、新しい橋が部分的にも開通したのは2007年5月になっていた。下水による汚染で飲料水が飲めなくなり、採取されたテスト水からは250以上のバクテリアや寄生物が発見された。 2005年9月下旬まで4ブロック内陸にある鉄道より南に行くのは適当な通行証明書がなければ制限され犠牲者の捜索や瓦礫の除去が続けられた2007年の初期になって市の多くの場所で再建が進められていたが大きな場所は空いたままとなり住民が避難したままの家屋やその他の構造物が残っていた多くの住人は今も FEMA トレーラーに住んでおり、州外からのボランティアは依然として再建のために必要とされている。ミシシッピ州のメキシコ湾岸、パスクリスチャンは地図の中央にある。西隣は、米セントルイス市アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.3平方マイルであり、このうち陸地8.4平方マイル。 水域は6.9平方マイルで、水域率は44.97%である。ミシシッピサウンドの岸にあり、三型を水域に囲まれた半島になっている。南がメキシコ湾、西がセントルイス湾、北はバイユーが長く伸びている。バイユーの北にある未編入領域はダリルと呼ばれ、パスクリスちゃんと同じ郵便番号を使っているが、地域には入っていない。 ダリルは元ウルフタウンと呼ばれていた。パスクリスチャン港パスクリスチャン港は1956年の港湾委員会の創設で正式なものになった。1958年、高さ11フィート、長さ350フィートの防波堤が t l ジェームズ社によって建設された。このような港のコンクリート製壁は世界に2つしかなく、もう一つは日本にある。 二つの防波堤ではおおよそ1000リニアフィートの釣りポイントが認められている。港には桟橋が7本あり、そのうち4本は一般のプレジャーボートに、残り3本は商業用に当てられている。ハリケーンカトリーナに壊される前は31フィートから84フィートの船346隻が係留され、さらに20カ所の係留所があるスキフの桟橋もあった。 飲料水、電力、シャワー、トイレが使え、餌と燃料のステーション、船のポンプ排水ステーションが使える。すべては2階建ての港マスター事務所が管理している。パスクリスチャンは世界でも最良クラスのカキ岩礁を所有していた。これがパスクリスチャンの経済に重大な寄与をしていた。すぐ沖合にあるカキ岩礁はミシシッピ州のメキシコ湾岸でも最大のものである。 1699年にアイバービルとビアンビルがこの水域の海図を作って以来、この岩礁が地図に載せられている。フランスの初期の地図ではパスを言い取るとしてこの岩礁に言及されている。地域の約20平方マイルの海域に9つの岩礁がある。さらに西にはヘンダーソンポイントがあり、その市内市2マイル南にカリコ岩礁がある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。デュポンホワイトピグメントミネラルプロダクツ工場。現在はケムーアズ・ダリル工場と呼ばれるマイナスはダリルの週間高速道路1 5号線南にある。この工場は二酸化チタンでは世界最大級の製造所であり、1979年から創業している。パスクリスチャンの町はこの工場に近く。 セントルイス湾の真向かいにある。環境保護庁の有毒物放出目録に報告されているように、このデュポンの工場から化学品の放出に心配を表明する住民がいる。地域の水や空気が汚染されている可能性がある。デュポンのダリルに酸化チタン工場は環境保護庁の目録では3番目に多いダイオキシン類の化合物量を報告した。2005年、 ハリケーンカトリーナの高潮で、この工場のかなりの部分を浸水させた。ブルークラブは、他の水生物とは異なり、工場のコークスと鉱石の固形廃棄物排水に、多いダイオキシン類化合物ポリエンカジベンゾフランを、素早く代謝できる能力を持っていない。パスパッキング社のカがら無機種として雇われた、児童労働者、ルイスハインが1911年に、 撮影1899年5月16日、パスパッキング社がジョージ・ブラント、カイ・アンド・オレッセン、フランク・サッター、TV ・コートニー、JH ・ノスとジョージ・ H ・テイラーを発起人として設立された。この工場は、ビロクシの企業であるダンバーデュケートに買収された。同社は、ベーセント・ルイスの缶詰工場も取得した。 この工場は現在パスクリスチャンヨットクラブがある場所にあった。当初1902年に建設されたが、1947年のハリケーンで破壊された。労働者はトラックや有害者で到着し、工場が所有する特別のコテージに住んだ。マーケットアベニューには大きなアパートがあり、地元のものは白い像と呼んだ。30家族が入っていたと言われている。さらに、 次から次に増設された長屋もあった。ダンバー通りのグリーンローには19軒、ウッドマンアベニューのレッドローには19軒の住居が並んだ。これら家屋は1956年に書きがらむ危機器が据え付けられて多くの従業員を抱えておく必要性がなくなった後で廃止された。海産物加工業者のジョージ・ワシントンダンバーに加えて、 パスクリスチャンの海産物加工業のために、州外の労働者を最初期に連れてきた、アーネスト・ハドソン・メリックがいた。1908年、夏の間に、ニューオーリンズの初熱を逃れて、パスクリスチャンを訪れるようになった。メリックは、海岸の漁業の可能性に興味を持ち、漁船群を構築し、カキとエビの加工、包装、積み出しを行う工場を作った。 アメリカ合衆国北部に向けて最初に氷詰めしたカキとエビを送ったものだった。中西部ではメキシコ湾岸のカキの美味しさが大きな需要を及んでいた。この地域の海産物生産は大規模な魚類の死滅によって大きな影響を受けた。2010年の春と夏に起こった2010年メキシコ湾原油流出事故に加えて、 ハリケーンカトリーナによってかき混ぜられた有毒堆積物の存在。さらに、ルイジアナ州のボニー・ケリー放水路に記録的な量の清水が振り向けられたことで、海産物の生産が休止された。沖合のカキの岩礁が特に厳しい打撃を受けた。ある地域では50ないし65%が死滅したと報告している。他のカキ岩礁では90ないし95%の 死滅率とされるところもある。ミシシッピ州の海産物加工会社のオーナーは、メキシコ湾に大量の原油を漏出させたサクリグの爆発について連邦レベルの訴訟を起こした。2010年4月30日、地元海産物輸送業者、ジェリーホートシーフードのオーナーである、ジェリーホートが原油の漏出は海産物産業に損害を与える可能性があると主張した。 ポートの弁護士が、ガルフポートのアメリカ合衆国地区裁判所に訴訟を起こした。その訴訟は、損害の保証費として少なくとも500万ドルを求めており、トランスオーシャン、BEP、ハリバートンエナジー、サービスインク、カメロンインターナショナル、及び現代重工に対し、量を規定しない超罰的賠償を求めている。1923年から1929年、 ニューオーリンズの住人、ルドルフ・エヒトと、リンワ・トキンス・エヒトが、パス・クリスチャンの夏の家に、ミドル・ゲート、日本庭園を開発した。ヘヒト屋は、日本旅行の記憶を止めるためにこの庭園を建設した。この庭園は、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。1923年から、この庭園は、民間の住居型庭園となっている。 この庭園も2005年のハリケーンカトリーノで大きな損害を受けた。スミソニアン博物館はその収集品研究センターのウェブサイトにこの庭園を載せた。ジェームズ・ウェス・シャーマンが67歳の時にシャーマン城の建設を始めた。鉄鋼で補強されたセメントの城はウェストビーチ線12のアメリカ国道95号線沿いにあり、多くのハリケーンに耐えてきた。 シャーマンはその死の時にその構造の大半を完成させており、壁の厚さは9インチある。構造の多くはまず型を配置して、その中にコンクリートを流し込んでいくやり方で、小さなブロックごとに積み重ねて作られた。この城の主題は、神は私の彫刻家であり、これが城の中にある名板に歌われている。パスクリスチャン氏の政府は、市長、市政委員会の形態をとっている。 2016年時点で市長はレオ・チッパー・マクダーモットであり、2006年に前任者の辞任に伴う特別選挙で当選し、その後2009年、2013年と再選されている。ハリケーン・カトリーナの後の2005年9月9日、ガルフポート海軍建設工兵隊センターが CBO ・パス・クリスチャンを含めハリソン軍とストーン軍に隣接する町に派遣し、 市民の災害からの復旧を支援した。健康、衛生、気力を改善する手段として、CB は一時的な下水道のために、約3マイルの鉄道のがれきを払い、洗濯装置を設置し、消防士やボランティアのために窮口のシャワーを設置した。ハリケーンで家をなくした住民のために、暫定住宅を建設して、1000人を収容した。 国内全体から派遣された CB250 人が市の戦争記念公演の後に集まり暫定警察署など市の事務所を建設した。これはパスクリスチャンからの要請に CB が答えた最初の機会ではなかった。1968年に町がハリケーンカミーユに襲われた時も海軍建設工兵隊が同様な救援を行った。 パスクリスチャン教育学区が市内及び内陸のダリル周辺とその北の未編入領域の学校を運営している。2番通りとチャーチ通りの角にあるパスクリスチャン中学校がハリケーンカトリーナによって破壊された。この学校がハリケーンカミーユの猛威に耐えたとする記念碑がそのまま残された。2001年に開校した新しいパスクリスチャン高校は ほぼ2階まで水浸しとなったが、改修され、2006年10月に再開された。高校の通り向かいにあるパスクリスチャン小学校も浸水し破壊された。ダリル小学校が唯一残った学校であり、パスクリスチャン教育学区全学校の暫定学校となった。暫定のトレーラー教室、あるいは元の小学校で授業を行い、カフェテリアや体育館を共有した。 パスクリスチャン中学校と同小学校を収容する新しい教育施設が3200万ドルをかけたパスクリスチャンセンターオブベクセランスであるこの施設にはデイケアセンターもありキャンパスの北側には少年少女クラブも併設された2010年にオープンとなった2011年時点でダリル小学校が壊され再建中であるパスクリスチャン高校は ブルーリボン学校である。セントポールズカトリック教会の教区小学校と中学校もハリケーンカトリーナによって破壊され、隣接するロングビーチ教区学校に統合されて、セントビンセントとポール学校となった。コーストエピスコパル高校はパスクリスチャンにある教区高校である。ありがとうございます。